遅れてごめん。遅い。今日もアダムが最後だぞ。ごめんね、打ち合わせが長引いちゃって。どうしたの二人とも。フルサークルのタレコミ見たよ。あんた歌手デビューが決まったんだって。やるじゃん。その話か。もうやめてよ、断りきれなくて受けちゃったんだから。なんで断るんだよ。 CD 出してライブやって、こうアリーナーもっと盛り上がっていこうぜとかやるんだろ。僕がそんなことするタイプに見える？まあ今のはちょっと盛りすぎたか。でも CD は出るんだよね。私一番にサイン欲しい。握手券とかついてくる？からかわないでってば。ごめんね。でも私たち本当に嬉しいんだよ。アダムがいろんなところで活躍してるのを見るのは鼻が高いんだからね。そう言われちゃうともう何も言い返せないよ。どんな歌を歌うの？それはこれからのお楽しみ。ちょっとくらい教えてくれてもいいじゃん。ほらちょっと鼻歌だけでも。ダメ。ちょっとだけお願い。そんな顔してもダメ。まあいいや、とりあえず乾杯しようぜ。そうだね。それじゃあ今週もお疲れ様と、アダム歌手デビューおめでとう。おめでとう。弱ったな。ありがとう。